上太郎、見破ったのは柿雄院だ。上太郎、女、柿雄院の死は無駄にはしない。だからどうだというのだ。理解したからどうするというのだ。貴様の波紋に何ができるというの。しないはずだ。理解していたのか、我がザワールドの能力を。はあ、少しだけ褒めてやる。ザワールド、時を止まれ。最初は瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だった。しかし首の傷が馴染んでくるにつれ、2秒、3秒と長く止められるようになった。ジジイ、そんな格好じゃ戦えねえだろ。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を、試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだな。ほほう、では十分近づくがよい。しかしあいつまでは射程距離外。まずはジョセフから。これでジョースターの決闘もようやく途切れてしまうというわけだな。我が運命に現れた天敵どもよ、さらばだ。何？今動いたぞ。こいつバカな。こいつの指が不死身、不老不死。スタンドパワー。これで何者もこのディオを超える者はいないことが証明された。取るに足らぬ人間どもよ、支配してやるぞ。我が血と力のもとにひれ伏すがいいぞ。10秒経過。そして時を静止させることも10秒を超えた。どれ、このまま上太郎の死体を確認して血を吸い取っておくか。吸い取る血が残っていたならな。なんだ体の動きが鈍いぞ。違う、動きが鈍いのではない。動けん、バカな、動かん。ディオ、11秒経過だぜ。動ける時間はそこまでのようだな。何？俺が時を止めた9秒の時点でな。そして脱出できた。やれやれだぜ。これからてめえをやるのに1秒もかからねえぜ。しょー